大変お暑い中をお集まりくださいまして誠にありがとうございます。入院中の皆さん方、これを機会に早速どなたもが全治されまして、もう今晩からは健康人としての生活を送ってらっしゃることができますように、十分に先輩の皆さんのご親切を汲み取りいただきたいものと存じます。私たちが何も特殊な生活を目指しているわけではございませんので、この日常の生活の真っ只中に最も深いものを十分に発揮させていこうというのがこの実践の森田療法でございまして、何らかの特別のびっくりするようななんか不思議な事態が起こるというものではございません。今日はその言い換えれば生活の中の森田療法というものをはっきりこの通りというふうにこの場で実現していただきたいと存じます。それではこれでご挨拶といたします。今日は大変結構なお話を伺いまして、外の気温よりも中の方がいくら冷房しても暑いかと思われますね。非常に白熱の議論を長時間お聞かせくださいまして、入院中の方々ともども私も厚くお礼を申し上げます。いかにこの種の問題が常に新しいかということは、どなたもがよく今お分かりになったところでありましょうし、その魅力がこの賛成会をこうして長く今日まで存続させているのであると見てもよろしいです。これは単に関心ということであれど、そこを深く追求したいという、そこにその点にですね、私どものこの生きることの裏側に常に熱心な欲求がありますですね。でそこでこの森田療法が果たしております役割というのは、そこの皆さん方のよく生きようとこうなさるそのためにはというお考えをそこへこう傾けて注いでいかれるところをですね、その実際の生活面にこれをどうしたらいいかと向けて骨折っていらっしゃるようにお勧めするところなんですね。これが森田療法の存在理由でありまして、先ほどの生きる意味を問うことの方に手助けをするのではありません。で、いや実はそれが先ほど死ぬということについて話題を提供されました。その答えともなり、また実は同時に生きるということについての答えともなり、そしてここでの全知が生と死、生死ともにですね、それを含んで実にいい生き方を皆さんがなさるという姿で実現いたします。結局のところ答えを出さないのは上滑りなのではなくて、まあ、実に賢いこの命を全うすることでありまして、本線がないのに脱線するってのはおかしいでも、本当には今言われてみてなるほどそうだと思いますが、この脱線はこの脱線中だけはっきり見えるんですね。それで本当に本線っていうのは全く見えないもの、あるいは概念化されない観念化されないものと言うてよろしいです。非常に先上手に言われるなと思って感心しておりましたんですが、脱線ばっかり言うてこの正しい軌道をちょっともお示ししないというのは妙なもんですけども、それがこの両方の面白さなんですね。まあ、強いて言えばあるがままそのままと申しますものの、それはどのようなものでも事柄でもございません。そういうものとかことに終わる森田療法というのはありませんのでして、森田療法というのは実生活そのもの、ものとまた言いましたけど、そういう姿なんですね。実生活の姿を、あるいは生活ぶりを全知と見て間違いないです。だから話に終わるこれこれしかじかという結論を持った全知は実はございません。どなたさんも今日のこの議論を尽くしてはっきりさせようとされます、このお互いのこの骨折りの真っ只中に実はこう結論めいたものを全く出すことのない生きる実際が十分に現れているというとよろしいんですね。それはある方々におきましてはご自分の安心のためだったかもしれませんけども、多くの方々のそれは他の今困っておられる方のためにどうしてその本当のことを分からせたらいいかという大変なご親切から出るものばかりでありまして、そこのところを十分入院中の方々ありがたくお受けになるとよろしいのです。困難に直面して逃げるっていうことは、まあ、確かに子供の頃はもやもやずそうであったんですね。ですけどもやっぱり逃げてばっかりもいられんということで、どうしたらいいかと踏みとどまってこの自分の弱い心をどう鍛えたらいいかっていうのは森田神経質の方々の非常に真面目な良心的ないい問題の取り組みではありますけれども、そこには答えは出てまいりませんです。そういう不安で代表されますようなこの漠然とした答えの出てこないといって逃げるわけにもいかないこの現実に直面して
いながら、そのことを今当面の目標とせずに、現実の地震、雷、火事、親父、すべて、とにかくその今の外のことに関わっていくということは、これ当面の大目標なんですね。なんか遠い目標をいろいろ計画という意味でお尋ねになったかもしれません。それは外のものはいかでも大きく大志を抱けというごとくですね、外の世界はいろんな抱負を語られて良いところですが、心の問題っていうのは繰り返し申しますけれども、全く違った世界です。これまでは論理の異なる世界というふうにお話してきました。あるいは前の院長ですと、それを理屈抜きの世界と、それに近い表現で申しておりました。そういう外の理屈の通らない心の世界を頭で描いて、そこに外と同じように計画を立て、大きな目標を設定するということは、これはもう全くいらないことでありまして、実際のところ心の在り方の究極の状態がこういうふうなのだという話に終わる前提はありませんから、さっきの方のどういう目標を皆さん持っておられますかというご質問は、外の世界として大変結構なんですね。で、外に目標があって、自分自身には全くそれは心においてはないと、こういうことですね。ですから一つ一つ全く逆の在り方をしている外の、外へ関わる自分と、自分自身の内面に目を向けている場合の自分とがこうありますから、話は常に混乱を招きます。心の問題については、それをいつもあるがままと黙殺してしまっておりますようで、大変面白くないと思われるかもしれないし、これはもう院長はもうおかしいのではないかと、そう言われたと私にはまあ遠慮して言われない、さすがに言われるのですけど、私もとうとうそういうふうに言われるようになってしまいましたんですけど、まあ、とにかくもうこれはその外の話を内側へ持ち込み、内側の世界をこう外へ持ち出すというふうな混乱から生じてきたことならで、きっぱりそこの内側の問題について、もう今の通りでもう満点でありまして、どう直すかではないです。そうしますと、ここにこのさっき森田療法を皆さんよく実行しておられるでしょうかということをお尋ねになりましたですね。言い換えれば、森田療法で治った証拠を出しなさいと、そういうふうに迫られたといたします。例えばマイクを突きつけられるというふうなんですね。さあ皆さんどうお答えになりますかと、こういうことなんですね。でさっきのご質問の後、皆さんがどう思ってられるかということを聞きたいと言われましたけども、燃えた療法っていうのは思いの世界に全く無関係ですから、全知っていうのは治っている状態っていうのは思いの世界を述べるともう脱線ということで、多分実に治った方々はよくこの療法を実行をなさっている、毎日のお仕事、勉強、生活の全てがですね、その端々に至るまで全知の現れでありまして、それを夢上手に言葉に置き換えて表現されませんようにお願いしておきます。そうしますと、ここに言葉という字を持ってまいりました。こういうのはお正月とか結婚式とか見れたい時の床の間に飾られるに決まっているものですけども、今日何ら不思議ではないんです。非常にこのおめでたい場面であります。めでたいというのはなぜめでたいかって問わないんです、ね、もう理由なしという全く全面的なめでたさでありまして、今日にふさわしいだろうと予想して持ってまいりましたんです。でこれは寿命という言葉がごく一般に使われます通り、これ年、主にそれは長生きの意味を込めて使われる年ですけども、まあ、本来は年ですから、名前に年、年子さんとか年男さんとかありますですね。年なんで、さっき字引き引いておりましたら年と書いてあります。そういうことで、これまさにこのように間違いなく生きていらっしゃる皆さん方、私たちが全知の姿、生活ぶりそのものなんですね。全知というものは有利しないで済みます。どういうものだろうというふうにテーマとして掲げることがいらなくなりますし、それを追求して迷い込むこともありませんですね。で燃えた療法の全知はそういうテーマの失われること、心のテーマの失われること、あるいは別の表現にいたしますと課題、主題ですね、主題性への喪失と、キザっぽい言い方ですけど、そういうふうに言い直すこともできますね。それに対して外にたくさんのテーマが、皆さんのお仕事、勉強、いろんな課題がそこにもう山ほど出てくるんですね。これから治られましたらもういっぱいで、どれからどうしようかということになるわけです。でますますその皆さんの治っていらっしゃることについての、先ほど何がどうしてこうしてとやらと言ってられました、お前上手に言ってられました、その曰く因縁こじられ一切関係ないものになってしまう、ね、こういう治り方、
ちょっとその点は他の分かって治る、気づいて治るという治り方と違うところでして、いわば皆さんご自身をくらましてしまわれる。もちろんこの現実の生活場面でははっきりしておられるんですけども、心の由来をくらますという、ね、これはもう本当に森田療法の大きな特色ということができます。皆様と私より解説がお上手で、ほとほと感心しておりましたんですね。社会文化的な説明を巧みにされるようになられました。私も大変参考になりました。他の方々も入院中の方に分かっていただこうとして非常に骨を折っておられるのがよくわかります。これはもうどなたもの前置と言うてよろしいですね。今日はもう非常に結構なお話で、要するに何が何でもっていうのは、その心がどうであろうと逃げていようと逃げていまいとですね、要するに人情っていうものを否定するのではないのでして、逃げたい心、不安な心、嫌な心っていうのは、それは全く全部ごっそり引っかついていくわけですからね、あるいは持っていく、中に持っていくんですから、森田療法っていうのは非常に手間の省ける療法です。これをどうしてやろうと先に心の中を整理するのでも何でもないんですね。この不安をどう消したらいいか、なくしたらいいか、そんなことは森田療法ではなくて、振り返ってみたらいつでも皆さんが症状とよくおっしゃるものがあるわけですね。見たらあるわけですね。そんなのもあってもなくても、そんなの一個関係ないんですね。第一、その退院したら症状が消えますかって、一大関心事ですね。入院中の方の、それは退院された先輩の方々からしたら、それはどうでもいい問題である。そこが全く違うところです。この症状が消えないなら、もうこれから入院している意味はない、早く退院しようかと思われるかもしれませんけれども、退院なさった方に、つまり治られた方にしてみれば、これはもうテーマの喪失でありまして、もう問題としてはもう残ってないですね。ですから、ちゃんとしていかないことが怖いというと、その怖いかどうか、それはもう問題でないのでして、しなきゃならないことを一生懸命と、そこをよく入院中の方々は受け取っていただきたい。その他、この会長さんはじめ大勢の皆さん方、この会場をちゃんとこう作っていただきましたことや、側近の方々、受付の方々、大勢の皆さん方のご協力で、今日のこの素晴らしい世界が非常な盛り上がりの成果を見せて、こうしておめでたい終わり方をしようとしたら、どうもありがとうございました。